金に困らないように間違えた歌は間違えたねギターは違う歌をやるのそんなんやき羽のように手のひらをからかうようにすり抜けて雪のようで雨のような白い闇部屋に残し星の輝きまるで永遠最後の最後の微妙遠吠えなんですけど、ね、おお
あれはちょっとあの本編っていうかあのお芝居をいつも1時間ぐらいお芝居をやりながら行った方がいいです。その関連でまあちょっと犬が出てくるんで、あそれでちょっとまあその名残が残ってる。すごいわからないです。わからないながら残せる方が逆にコミッショニアスでいいかなって。どうでもない。これはあのリードしてもらう。僕はあのどんどん一人で喋ってもらう。だから、ね、MC が少なかったからちょっと。30分だったんでね。であのあせっかく聞いていただける機会だったので、もう一曲でも歌いたいなっていう。まあスケジュールさんのライブ映像は YouTube でもあのいっぱいアップ。僕がしました。あのね、おんぶに抱っこでございますか、ね。アップの仕方がわからないんで。僕は仕事の後、夜中の3時ぐらいアップしました。そのいろいろ演、まあ、演技を混ぜるという感じです。今日もちょっといろいろやっていただきました。今日はまあ歌だけだったんですけどね。もっとあの結構セリフが長いバージョンとかもいろいろあるんで。まさかいいか悪いか別にしますね。2代目スケッチを検索するといいよろしくお願い申し上げます。